今までより忙しくなるけど、小太郎くんの送り迎えとか両立します。小太郎くんの父親から再度依頼がありました。このままここにいて大丈夫か。あの子には関わりすぎない方がいいって私は思う。今だけでも俺があいつの一日一日を記憶してやるって決めたんだよ。子供たちの成長には驚かされることばかりです。小太郎は一人暮らし、6月26日最終回。ここが俺たちの家だ。このアパートを出ていくぞよ。